ご視聴ありがとうございます。最近ハマっているものは砂肝、霊夢だよ。私はハラミだな、マリサなんだぜ。二人とも渋すぎでしょ。っていうかあれって、マスオさん来たー。ついにこのチャンネルにも有名人来たわね。あんたたち粗相の内容にするのよ。よし、じゃあまずマスオをボッコボコにしよう。はい、レース中はマスオさんの邪魔にならないようにするよう誓います。アイスクリームみたいになってるけど大丈夫か。そして気づいたら、チャンネル登録者が900人を超えてまして、いつも見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。はい、では今回もポンコツマリオカートやっていきましょう。略してポンマート。ださ。はい、では今回も、霊夢テレサ、マリサリンクです。お前ら前回キャラ変えてこいって言ったよね。すみません、ごめんなさい、ドイブーチー。何それ、中国語ですみませんはドイブーチー。あ、さっき一生懸命検索してたよね。おみよねー。やめろー。恥ずかしい奴だ、砂屋。あ、ごめんごめん。今回のコースはまた F ゼロ。おみよねもキャラの前に同じようなコースばっかりじゃねえか。なんか苦手なコース本当にど下手くそなのよね。いや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 、最初に上げた動画もなかなかひどかったぞ。では見ていきますか。え、うわぁ、全然まっすぐ走れないんだけど。ひでえな、おい。あれが2ヶ月前の霊夢ね。おい、お前ら私を陥れてただで済むと思ってんじゃねえぞ。口の中に特徴寿司突っ込むからなぁ。なんかありがとう。ごちそうさまです。ごちそうさまですじゃねえよ。今回は2ヶ月前の霊夢と一緒にしてもらっちゃ困るぜ。どこが違うの？目の前にいるマスオさんをストーカーする。やめろや。既婚者はまずい。せめてカツオにしとけ。いや、それも違うわ。みんなのためにもあいつはここでやっておかなければ。なんでみんなのためなんだよ。サザエさん症候群、日曜日の夕方から深夜翌日からまた通学、仕事をしなければならない、という現実に直面して憂鬱になり体調不良や倦怠感を訴える症状の俗称である。だからみんなのためにもあいつだけはやっておかなければならないんだよ。お前が先にやられるわ。お前全国のサザエさんファンに謝れ。お見嫁もサザエさん症候群だったからわかるわ。お前まで共感してんじゃねえよ。せっかくチャンネル登録者900人いったのに消されるぞ。じゃあせめてマスオさんの口に特上寿司突っ込んでこよう。まだ引っ張る？マスオさんまだ引っ張りますか？ちょっとはレースに集中しませんか？集中してなんかいいことあるの？じゃあお前なんでゲーム実況やってんの？実況プレイとは、プレイヤーが実況をしながらコンピュータゲームをプレイする行為である。今のところ実況一つもしてないからな。このチャンネルはそんなもんよ。あ、あれ？今度はマリサがマスオさんのストーカー。マスオコラー覚悟しろー。マリサとマスオさんの一騎打ちになってきたわね。まずい。マスオさんの狙いは霊夢の座だったか？じゃあ次回から、マリサとマスオさんのマリオカート8デラックス実況をお楽しみに。楽しそうだな。やめろよ。え？マスオさーん。壁にぶつかっていったわね。それじゃあまたマリサに。まだ気は抜けないけどな。しかも持ってるのはトリプル赤コーラ。1位との差は結構あるから1位は無理ね。はっきり言うなや。希望くらいも出せろや。後ろからファイヤーってるわよ。私の2位を阻止しようとしてるマスオさーん。マスオさん粘ってくるわね。そこまで霊夢の座オーバーオート。もうさっき突っ込まなかったけど違うから。これでまたマリサが2位に浮上したわね。このままゴールなるか。トリプルキノコ来たー。ぬおー。マリサ前回に引き続き2位でゴールです。霊夢は、頑張ってください。あ、はい。霊夢なんとビリー。久しぶりにやってしまった。これは霊ともガタ落ちね。あ、せっかく1700言ってたのにね。最後までご視聴ありがとうございました。視聴者さんからの一言。あ、い、う、え、お。なんか続いた。またねー。最後まで見てくれてありがとうな。おみよめツイッター始めました。概要欄に載せておくのでよろしければフォローお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくね。